この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。おお、女三人温泉旅ですか。あ、英雄ですな。温泉の後は教会席、幸せですな。今日のお宿は第6回紅白歌の共演、歌います、見せます、楽しめます、豪華メンバーの歌合戦、12月1日日曜日 KBS ホールにて開催。来てね、今年も白が優勝いただきますよ。いやいや、今年は赤組が勝ちます。ただいま入場券発売中。お申し込みお問い合わせはニュースメーション D75-351-5440 351-5440 まで。お待ちしてます。藤和子さんです。こんばんは。よろしくお願いします。真っ赤っかでね、はい、ものすごい華やかーっていう感じ、はい、チャイナドレス、どうなんだろう、なんかベトナムの、あー、そっか、アオサイみたいなやつだ。はいはい、そうなんです。素敵やね、こうやって見るとね、ようにやってる。ありがとうございます。いやいや、今日はあの最後の恋を歌ってくださるんですけれども、はい、なんかこれね、はい、大勢の方に、はい、あの最近ね、中高年の方がね、うん、なんか思い出があるか思いがあるかわからないんですけど、うん、よく歌っていただいております。詩の内容がそうなんですよ。そうなんだ、ハッピーじゃなくて、うん、もう最後の恋したけれども、うん、お別れしましょうみたいな感じなんです、うん、大人の歌だからだ。そうです ね、 はい、まあ、でも歌手にとって、はい、カラオケでね、たくさんの方に歌ってくださ、はい、もらうと、はい、これは本当に一番嬉しいことです。はい、嬉しいことです、ね、はい、もう頑張りようがありますね。はい、ね、はい、それでは曲紹介もう一回お願いします、はい、最後の恋を歌わせていただきます。よろしくお願いします。藤井和子さんです。そんな優しい目でさよならしないで、これが最後の恋、泣いてしまいそう。街は冬枯れ、夜の帳はまるで幕引くシネマ。だから最後の恋、終わりにするのよ。もしもどこかで出会った時は、知らぬ顔して悲しみもときめきも隠せはしない。あの日会わずにいたら、愛を知らずにいたら、こんな辛くはなかったわ。忍び合い見つめ合い、
モッケーさんです。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。今日もね、素敵なお召し物でございますけれども、もちょっと恥ずかしくなって感じもします。嬉しいニュースがあるんですね。そうなんです。ジョイサウンド通信カラオケに、はい、愛の絆、はい、入ります。まもなく配信されるということで、はい、そうです。嬉しいですね。もう本当にね、皆さんに歌っていただけたら嬉しいなと思います、ね。はい、この番組に、まあ、出られてる、ね、歌手の皆さん、やっぱり番組を何度もご覧になっている方が何回もこう見てると歌を覚えちゃうから、カラオケで歌いたいんだけどまだ入ってないとかね、そういう声はよく聞くんですが、この曲もそうだったんです。そうです、だからこの愛の絆ね、配信されますので、カラオケで歌って楽しんでいただければと思います。モッケーさんが作詞をされてるね、素敵な歌ですのでね、皆さん応援よろしくお願いいたします。はい、それではお聞きください。モッケーさんで愛の絆です。私はあなたをどんな時も見捨てはしない。そうつらい悲しみの中にいる時もあなたの手をつないでいるわ。だから必ず乗り越えられる。いつも愛して抱きしめてるから、いつの日か泣きたくなるほどあなたに喜びある。私はあなたといつも一緒に生きている。暗闇で孤独の中につないでいるわ。だから必ず乗り越えられる。いつも希望夢を忘れないで、いつの日か泣きたくなるあなたを愛している。歌舞伎門から玄関へ続く匠の技を随所に取り入れたアプローチ、時空を超えた雅の世界が広がります。京楽の中心地に今よみがえる楽中遊園花伝。はい、エイジです。木屋町で楽しむオンリーワンステージ、毎回豪華なゲストが勢ぞろい。今流行りの採点バトルも大盛り上がりしております。皆様のご来場心よりお待ちしております。お問い合わせはニュースメーションまで。
竹中佳代さんです。こんばんは。よろしくお願いいたします。お願いします。まあ、今日も素敵ですね。ありがとうございます。いろいろあちこちで頑張られてると思うんですけど、今度メルパルク、はい、ホール大阪で、はいね、ご出演ということですが、はい、ありがとうございます、はい、今度はあの山本リンダさん、岡優子さん、牧優子さん、それから長穂由紀さん、それから木村さんとご一緒に出演させていただきます。これはあのテレビ埼玉さんの番組の、はい、あの、まあ、大阪公演ということで、はい、KBS 京都も、まあ、はい、公演ということで、ね、そうなんです、参加させていただいております。私もこれ知っておりました。ありがとうございます。豪華ゲストの中でね歌われるということで楽しみにしておりますが、はい、頑張ります、はい、頑張ってください、はいはい、それでは今日は、はい、今日はおかげさんで皆さんにいっぱい歌っていただけました。悪あがき歌わせていただきます、はい、竹中佳代さん、悪あがきです。振り向いて欲しいから髪の色変えました。振り向いて欲しいから口紅も変えました。あなたの心はここにはないの。もがいて歯がゆい悪あき、抱きしめて欲しくて香水をつけました。抱きしめて欲しくて下手な嘘つきました。あなたが時を気にするたびにもがいてうつろな悪あき。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。